部屋に入って寝てたんですね。その前の日なんでね、寝させていただいたら全然揺れなかったんです、ね、だから全然船揺れないんだ、やっぱ社長が言う通り船全く揺れないから豪華客船大丈夫だと思って、でね、出航しました。そうしたら10分もしないうちに揺れ始めたんです。でね、やっぱり船って揺れるんですねって話をね、そのスタッフの方に言ったら、船は揺れないことありませんって、それはね、さっき揺れなかったんですけど、それは停泊してるからねって言われて、まあでもね、小笠原、東京から1000キロ離れた、ね、場所なんですけども、そのなかなか、ね、自分の、ね、お金を出してまで行くってちょっと考えちゃうと思うんですけども、初めて小笠原に行かせていただいて、初めて、ウミガメのお肉を食べさせていただいて、ね、ウミガメのお肉って僕もええって初めて言ったんですね。でもよく考えると、あの皆さんスッポン食べるじゃないですか、ね、スッポンと同じって言われるとああと思うんですけども、なんかね、馬刺しのちょっと生臭くない感じのお肉をね、食べさせて、一切れこんなちっちょっとなんですけど、一切れ250円、一生も食べられないと思います。食べさせていただいたんですけども、そんなね、旅をさせていただいて、まあ今回が台風がね、近くにありましたので、ね、それで揺れたんですけども、まあ、ね、いつか皆さんと、僕の船酔いがしなくなりましたら、ファンクラブ含め、まあ、今日お越しいただいている皆さんも含めて、またね、小笠原へ行けたらいいなと思うんですけども、まあ、それはね、いつになるか分かりませんけれども、まあね、そんな旅もさせていただこうと思います。まあ、余談の話になりましたけども、続いて聴いていただきます曲は、デビューして、そうじゃないですね。はい、今度の、紅酒場のカップリングの曲を皆様方に聴いていただこうと思います。今回の曲は、初めてムード歌謡チックに仕上げていただいた曲です。今までね、黒川慎一郎の歌はふるさとを舞台にして、ふるさとを出て一生懸命頑張ってる青年を歌った歌なんですけども、いろんなね、イベントで黒川君、ムード歌謡を歌ってくれたらいいのにって言われるんですけども、今までのディレクターの意向で黒川はふるさと演歌で行こうと言っていただいてたんですけども、僕もようやく大人になったのか、ムード歌謡を歌っていい年になったのか分かりませんけれども、初めてムード歌謡チックな曲を仕上げていただきました。